大谷の平和観音に来ました。登るの結構急でした。でもなんかこう山の中の田舎の絶景ですね。暑いです。すごい一生懸命歩いたからね。そういうところに登ると怖いよ。うん、ヘリかと思ったら紐だった。全然びっくりした様子ないじゃん。ということで大谷のずっと先頭まで来て平和観音の上まで登ってきました。貸し切りです。申し訳ございません。